皆さんこんにちは。こんにちは。始まりました。みながいっこの赤ちゃんと一緒ビビーダンスです。今日はピンクにピンクで。ね、そう合わせてきました。ね、皆さんお待ちかねだと思いますので早速。食べますかって。向こう側食べてるみたいですけどね、こっちはこっちで始めますね。はい、タイトルコールから参りたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、いきますね。皆川由紀子の赤ちゃんと一緒ベビーダンス。おはようございます。もう打ち合わせを全くしなくて今練習しました。はい、では早速ですが、この掛川 TV、大切なバナースポンサー様のご紹介させていただきます。はい、一から始める街づくり居酒屋、創造居酒屋ダイニングゼロ。はい、ありがとうございます。ゼロちゃん、おしゃ、短い。はい、森の石松とモミジの名刹、これ紅葉なのかな、モミジ紅葉、紅葉の名刹、モミジどっちでもいいね。遠州森町大道院、ありがとうございます。はい、手作り雑貨とワッフルのお店シャムズカフェ様、ありがとうございます。集中しがたい放送に。よもぎ蒸しとマッサージ生理痛回転サロンカウピリ、はい、ありがとうございます。ママの笑顔は家族の太陽、ドリームボード講師坪井美希様、はい、ありがとうございます。食べてますよ。もっと楽しく、もっと自分らしく笑顔の家づくりウィングホーム株式会社様、ありがとうございます。ペットの複合施設 DC キャッスル様、ありがとうございます。はい、亀屋新旧社のびのび様、ありがとうございます。心理カウンセラー吉本みかん様、ありがとうございます。抱っこで産後エクササイズお寺でベビーダンス皆川由紀子です。ありがとうございます。世界で一つの贈り物、日本ハーバリウム協会認定校アトリエシャルマン、ありがとうございます。はい、以上のスポンサー様のおかげで掛川 TV は楽しい情報発信の場を提供できております。皆様本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、また、YouTube のチャンネル登録ですね。で、Facebook ページのいいね、インスタのお友達登録なども重ねてお願いいたします。はい、この掛川 TV ですね、地域参加型テレビを目指しておりますので、興味のある方、情報発信をしたい方は、ぜひスタジオに遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで、虫取り少年が来ました。え、虫取り少年。少年が来ました。心理カウンセラーですか。はい、心理カウンセラーね。はい、というわけで今日のゲストさんを紹介させていただきます。今年の6月に森町の方にオープンされました文具と雑貨のお店ですね、森の白熊堂オーナーの足立羽美様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。白熊堂の白熊の、そう、そうです、名前の通りで、はい、はい、実はこのね、足立さんね、あの、知ってる方は知っていると思いますが、この感じもう、もう、この話突っ込んできますね。そうそう、あのね、知ってる、そうですね、去年の9月、ちょうど1年前ですね、掛川って、あの TV に、ね、出演していただきました。で、あの、今回2回目の出演なんですが、前回は以前のね、お仕事の方で、そうですね、出ていただいて、今回はオーナーということで、白熊のエプロンを身にまとって来ていただきました。で、このね、森の白熊堂ね、インスタでもそうなんですけど、フォロワー数もものすごくこうたくさんいて、あの、まあ、言わずと知れた超人気店ですね。私もオープンの日に行かせていただきました。ありがとうございます。もうね、あの、言葉では言い表せないぐらい、行ってみてくださいっていうだけです、本当に。もう行ってみた方がいいです。絶対に。もうね、あの、大人は本当に子供になります。っていうことで、いろんなお話を伺っていきたいと思いますが、このね、森の白熊堂ですけれども、まあ、ネーミングもね、あの、ちょっとこう、ね、文房具屋さんなのかなっていう感じもするんですけど、このお店の、まあね、お一人でやられてるじゃないですか、コンセプト、どうしてこの森の白熊堂を
スタートしたのかっていうところをぜひ聞かせてください。はい、はい、まずコンセプトとしましては、はい、思いを綴る、伝える、うん、残すセレクト文房具のお店っていうものを軸としています、うんうん、で大人も童心に帰れる懐かしかったり、うん、面白かったり綺麗だったり可愛かったりする商品を、うん、私自身がセレクトしてお店に並べています。もう本当に今におっしゃったように童心に帰る。そう懐かしい感じのね、あでも物がたくさん、私が本当最初に行った時は、ちびまる子ちゃんの世界ですね。もう完全にああいうお店の屋さんのような、そうもう本当にオープニングで出てくるような、ああいう感じの雰囲気イメージで、もちろん並んでいる商品もそういうものがたくさん、でこれも私実はこれ名刺入れなんですけどね。そうそう、こっぱこっぱかわいいでしょ。それは森の白くま堂です。森の白くま堂です。これでもすごくね、安いんですよ。値段は今言わないですけど、ね、そういうのもあるし、それはね、また後からちょっと商品をね見せていただきたいとも思うんですが、先ほども言ったようにお一人でやられてるじゃないですか、はい、なぜその一人でやろうと思ったのか、開店しようと思ったのか、そこの以前のお仕事もありますが、はい、そうですね、もともとは文房具が本当にとても大好きで、ただ一人で自分のお店を構えるっていうことは、それこそ1年前出演させていただいてた時とか、もう全くもうゼロ全くの時は無だったんですね。もう本当に以前の仕事は、このまま続けていくんだなっていうふうにも単純にそういう感じだったんですけれども、それこそ前職の営業の仕事をしておりまして、それでいろんな方とこうオーナーさんとかとお話をしていく中で、自分で何かこう芯を持ってやってる人っていうのはすごいなっていうのをちょっと感銘を受けまして、何か自分が一番好きなものでできることは何だろうっていうのを考えた時に、もしかしたら文房具屋さんかもなのかもしれないと思って、もうやってみたいっていうのとやろうっていうのがもう同時にもう合致したわけですね。勢い半分みたいな。いやでもそれ大事ですよね、勢いってもう本当に勢いで、そうですね、初めて今6月にそうですね、やっともう少しで3ヶ月、3ヶ月まだそんなね、本当に生まれたばかりなんですけど、もうね毎日のように県外市外からね、お客様が、でインスタでね結構ね皆さん来て、見ましたとか、インスタもチェックしてもらうと、すごい可愛いのいっぱい出てきますから、そう、森の白くま堂でぜひ今検索してください。ぜひね、本当にもう、ね、インスタ見ましたって言って商品、そうですね、もう毎日、でも平均的に、ばらつきはもちろん、平日とか土日とかであるんですけれど、天気悪いとかね、そうですね、あるんですけれども、その中で毎落ちた今熱だね、熱今落ちた、そうなんだ、ちょっと再び、こんにちは。こんにちは。西橋、ブレーカーが落ちまして、停電みたいなような感じになりました。続きをそのまま参りたいと思います。よろしくお願いします。何でしたっけ、一人がですね、文具店をなぜ開店しようと思ったのかっていうところですね。そうですね。で、その営業の方のいろんなこうね、感銘を受けて、そうですね、自分の気持ちが合致してやろうと思ったわけですね。やってみようと思って今3ヶ月目ですね。はい、目ですね、はい、で市外県外からこう、たくさんのお客様が来て、ね、おかげさまで、はい、ありがたいです、ね、売り切れになる商品もあるんですね。そうですね、なんかインスタグラムとかでご紹介させていただく商品をこう目指して来てくださる方とかがとても多くて、私も 買うのをね悩んでたら売り切れちゃったやっぱね、思ったらすぐこうね、ダサいって、取っといてくださいって言わなきゃダメですね。そう。だってこれまでも私インスタに上がってたので、足立さんに問い合わせしたんですよ。そうですね。あります、取っといてください。
そうなので、まあ、あの紹介した後も結構 3,4 人買いに来てくださって、うん、あ、そうなんです。インスタに上がったのはやっぱりね、うん、あの即日完売する可能性が高いんでね、そう、そこはあの数がね限りがあるんでね、うん、そこは、ね、皆さんね、あのすぐ行ってください。はい、はい、でそのね、あのいろんなね商品があるじゃないですか、はい、でどういう基準で仕入れ、うん、まあ、ご自身でやられてるんで、はい、全部自分でこう、はい、選ぶじゃないですか、うんうん、基準とかそのあるんですかね、うんうん、基準はもう本当に、うん、あのパッと見てもうとき、うん、自分がときめいたもの、うん、と、あとは直感ですね。そうですね、直感と、あとは、まあ、あの少しずつあのリピーターのお客様とかも増えてきて、うん、こうお客様の顔が頭の中に浮かぶようになってきたので、うん、まあ、こんなお客様が、うん、あ、これだったらあの好きかなとか、うん、はい、あのいろいろ考えて、うん、で最近はそのお客様が手に取った時の表情までなんとなく、なんか、あ、楽しそうかなとか、うんうんうん、あ、ちょっと面白いと思ってクスッと笑えるようなものだったりとか、うんうんうん、あ、見たことないとか、うん、なんかこうお客様の反応をなんかイメージしながら、うんうん、あのいろいろ仕入れて、はい、本当にちょっとクスッて笑うとかなんかこう、うん、そういう気持ちになりました、うん、私は。そう、今日実際ちょっとね、あの持ってきていただいたものがあるんで、ちょっとこうね、紹介していただいてもいいですか？キシリトールです。まずとてもあの大人の方にもすごく人気な消しゴムなんですけれども、ね、こ, れこっちが消しゴムですね、キシリトール。これが本物か？本物です。ガムですね。ガム、そう、これね、本物と。わかんないね。これ子供、ちっちゃい子とかの前に置いとかない方がいいですね。食べちゃうよっていう感じですね。だったりとか、かこれは鉛筆ですね。これ割り箸とタバコですね。とタバコのような、これもあの鉛筆です。はい、鉛筆なのね。だったりとか、鉛筆、あ、鉛筆、これはね、割り箸、こっちはそうね、そうね、鉛筆、うん、鉛筆、なんかもったいなくて使えないですよね、これね、削れないよね。だったりとか、あとちょっと面白いのでいくと、これ私好き、電卓みたいなポチ袋、うん、ポチ袋、これここにね、あの穴が開いてるのね、わかるかな。お札が、お札のね、この金額がここに出るようになって、制限なら1000円、1万円とかね。そうそう、だったりとか、あとはね、通帳ですよ、通帳。某銀行のこれが中開くと、あ、ごめんなさい、ね、メッセージ、ね、あの敬老の日が近いんでね、これにね、あの金額書いておじいちゃんにね、おじいちゃんね、やってあげてください。特別な時は何か、そう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 、ね、おじいちゃんのおばあちゃんの誕生日でもいいですよ、これね、そう、1万円でもね、書いてね、はい、だったり、こんな感じのちょっと面白いアイテムも、はい、あのたくさん取り揃えております。汗が止まらない、すみませんよ、汗がもうエアコンが止まってるって。そう、エアコンが止まってんのね、今日暑いのよ、節電中。節電中。一個私ちょっと最初にこれ見させてもらっていいですか？この、はい、あのマスキングテープなんですけどね、うん、森の白熊堂のこの、うん、なんていうんですか、トレードマークっていうんですか、熊さん、熊さん、これもね、こうトレードこのね、マスキングテープ、もったいなくてこれも使えないんですけど、ちょっとね、これ私ね、うちにあるんですよ。あるんですよ。ありがとうございます。そうす、ね、そう、白熊ちゃんがね、トレードマークでね、そうですね、すみませんね、はい、汗が汗が止まんないわ。いいよ、エアコンが止まってる、エアコンが止まっちゃった。そうで、まあ、ね、インスタグラムとかね、あの見ていただければわかるんですけど、お店のね、あの、はい、外観が鉛筆消しゴムノートの、そうですね、あのオブジェのね、看板、そうですね、はい、本当トレードマークなんですけど、うん、あれを、うん、あのあそこで写真を撮る方いっぱいいますよね。もうほぼほぼ7割ぐらいの方がそうですね、あの写真に撮って、あの、ね、お子様とかが結構、うん、お子様と同じぐらいの背の、うん、高さがね、ノートだったりとかするので、うん、すごい、そうですね、そうですね、皆さんのなんか名称みたいな感じになってますね、森の新しい名称が。ぜひ行ってみてください、ミキさん。あ、もうね、多分ね、帰れない。てか、多分ミキさんが帰れないと思う。大人が帰れな
くなるお店です本当にもうね、そうですね、うんうん、まあ、そういう自分の直感を信じての仕入れですね、うん、そうですね、はい、でああいった、うんうん、まあ、あの本当に一つ一つは数はとっても少ないんですけど、うん、あのこだわりのある商品ばっかりなんで見てて飽きないです、うん、多分、ね、1時間2時間は入れちゃうと思います、うん、はい、普通に、うん、ね、まあ、そのね、さっきも言ったインスタグラムなんですけど、うん、あの、まあ、フォロワーの数もね、はい、ものすごく3ヶ月まだ経ってないけど、はい、そうですね、1000人超えをね、そうですね、してるんですよ、はい、実は、はい、まあ、みんなハッシュタグでね、まあ、そうですね、結構、はい、でそれ見ました見ましたが、うん、こうやっぱりつながってつながってで、お客様の投稿からその方のお友達だったりとかお知り合いの方がまたこう見てくださってたりとか、うん、ね、言ってますけどね、そうね、窓が開いてますから、窓開いてるのね、ちょっと私も汗がもう止まんないわ、もう今日は失礼しました、本当にそうそうなんですよ、エアコン止まってるからね、この暑いのに、そう、そうで、まあ、そのインスタグラムのね投稿の、はい、まあ、あの何ですか、全部こう同じような、でもそうですね、そう、あの、なんて同じような言い方はちょっと私失礼なんですけど、あ、いやいやいや、でも全部あの最初にもう形を決めてしまって、うん、そうですよね、まあ、あの、うん、逆に形を決めてしまうと自分に負担が少ないので、そうですね、なのでもうそれで毎日何かこう写真を、写真を、まあ、ストーリーの方でもね、結構そう随時随時新商品入りましたね、あげてくださってるんですけど、うんうんうん、まあ、そのね、あの、うん、それを見て商品をこう買いたいっていう、うん、なんだろう、うん、コツなんだろうな、なんかあります、そのいつ、まあ、前回の時もそんなお話してましたよね、でも前回もそうですね、インスタグラムの話ご覧の皆さんすいません、あの一番仰ぎながらちょっと配信今日してますけど、こっちはもう汗だく、みんな汗だくだからもう失礼ですね、でも本当に毎日あの、うん、少しずつ少しずつ、うん、フォロワーさんが増えてくださっていて、で、ね、うんうん、まあ、あの早速そのお友達が紹介していたのを、うん、あの見て来てみましたっていう方も本当にあのたくさんいらっしゃるので、うん、でもやっぱそうですよね、やっぱなんか、うん、行きたくなるっていう気持ちがすごい分かります、なんかやっぱワクワクしますね、あのインスタにこう上がってきたりして、新しい商品ストーリーでもそうですけど、今度こういうのがあるんだっていうのが、私自身もなんかまたこうね、行こうっていう気持ちになりますね、やっぱ子供がちょっとちっちゃいになんかいたずらするんじゃないかっていう怖さがあって、ちょっとなんかね足が向かなくなっちゃった時もあったりするんですけど、全然あの来ていただいて、もうそんなこと言ったらもうしょっちゅう遊びに行きますよ、差し入れ持ってきて、もう全然いつでも遊びに来てください、ありがとうございます、まあね、あのそんなにいろいろこう思いがあって、はい、で、まあ、お一人でやられて大変なこともあると思うんですけど、はい、そこちょっと横に書いてないことは聞いちゃいますけど、はいはい、自分の中でお店を、ね、今こう 2ヶ月にちょっとやってきて、はいはい、一番の原動力になっているものって何ですか、あ、なんだろう、もう、もうお客様の、うん、もうなんだろう、お客様のもう本当に笑顔と、もうありがとうっていう言葉と、あともう最近もうすごく嬉しかったのが、あの近所のよく来てくれる小学生の女の子が、あの絵を描いて、白熊さんの絵を描いて、なんかあのこれからも頑張ってください、応援してますっていう、あの手紙をあのくれて、ファンがいますね、もう本当にもうそれはすごくなんかもう本当になんか嬉しくて、まあ、でも自分一人でやっぱりね、ちょっとこう苦しくなっちゃうこととかもやっぱあると思うんですけどね、細いことも多々あるんですけれども、うん、それでも本当に毎日少しずつあのリピーターさん の、 あの顔見知りのお客様が増えてきて、なんかちょっとお話ししたりと か、 なんかそんな時間も楽しかったりとか、人と人っていうのが大事ですよね。そうですね。もう本当にでもそれはやっぱり私さんのこの人柄だと思います。いや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 、でも本当にお客様がつなげてくださって、うん、でも本当に3年ぶりぐらいに再会できた、うん、あの恩師の方とかいらっしゃったりとか、いや嬉しいですね、それは。嬉しいですね。あの来てくださって、あのお客様がつなげてくださって、でその方がさらにつなげてくださって、いや人の、ね、ご縁って面白いですね、
本当にありがたい話ですよね。もう本当に自分の中でも活力になりますね。そうですね、もうそれがもう何よりの。いやそうなんだ、やっぱりそういうエピソードになるとこう心が、そうですね、本当に一気にもう、うんうん、なんか一気に嬉しく自分の中でこう、ま、満タンになりますよね。そうですね、もう毎日気持ちがいっぱいで、うんうん、いやでも本当でもお一人でやるっていうのはやっぱりすごく大変だと思います。何でも起業されてる方もそうですけど、うんまあ、私も一人じゃ一人ですけど、うんうんうん、やっぱり壁にぶち当たることもね、うん、あるとは思うんですけど、やっぱり人に助けられますよね。そうですね、うん、もう本当にね、うん、いやもういいお話聞けたな、今日は。本当にありがとうございます。いやこちらこそ素敵なエピソードをありがとうございます。まあね、時間がちょっとだん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 ね、ちょっと中断もありましたけど、あの大事な、ね、ことをねお話しなきゃいけないんですけど、はい、そのお店のね、はい、あの場所とか定休日とか、はい、そういったものがあの、はいね、お知らせをしてね、はい、お休みの日に、ね、来て、ね、お休みでしたってなっちゃうと残念なので、うんうんうん、まずじゃあ、ね、定休日は何曜日に、はい、定休日は木曜日が定休日になっておりまして、はい、それ以外にちょっと今日もあの臨時休業を、はい、ここにいますのでね。いただいてるんですけれども、うん、基本的には木曜日の定休日で、それ以外にあの少しちょっとあのお休みするときは、はい、あのインスタグラムの方 で、 あの、ね、早め早めに、うんうん、告知をさせていただいております。イベント出店があったりとかもするんですよ ね、 すね、はい、お声がかかっておかげさまで、素敵です。それも素晴らしいですね。やっぱいろんな方に知っていただきたいですもんね。そうですね、うん、はい、もうそうイベントの時だけはもうお天気がっていう心配がありますけど ね、 ね、一人でも多くね、森の白駒堂を知っていただきたいって、はい、私も思います。穴場、はい、他にはない文具が置いてあったり、ね、するんでね、そこはね、はい、で場所っていうのは、はい、どういった説明をすればいいかな。場所が、森町の本当に中心部になるんですけれども、うん、近くにあの森の役場があったりだとか、うん、消防署があったり、大道院さんは、大道院さんからはちょっと大道院さん、あ、そうですね。あ、でもあのお会いしたことはないんですけれども、あ、そうそう、もうあの最後まで見ていただいて、お休みなんでね。ね、あのもしお店に行かれた方、どうもすいません。こちらにおります。すいません。はい、ね、そうですね、あでも、隣があの健康福祉センターで、うん、あの児童館と、うん、あ、そうですね、森の児童館が、そうですね、はい、ありますので、うん、そこをもう目指して来ていただけたら、そうですね、わかりますね、はい、すぐ、そうですね、あのオブジェがね、外に並んでるんでね、そうですね、あとはあの、うん、ブルーのちょっとあの鮮やかなブルーの青色のテントが目印になっています。はい、はい、ね、あの行かれた方はちょっとこうね、そちらに足を運んでみてください、はい、ぜひ何かの、 あのついでにフラッと、ね、あのお立ち寄りいただけたら、ね、あの国神社に帰りとかね、そうですね、大通りでもいいですけどね、はい、はい、はい、ここでですね、コメントがいっぱい、はい、いっぱい、めっちゃいっぱいあります。ほんと 見落としました。まずはいきます。停電したんですか、はい、誰すいません、浅井和美さん、あ、はい、浅井さんどうも、あ、レギュラーです。停電しましたね、はい、停電しましたね、私も文房具見るの好きです。あ、じゃあぜひ浅井さんのお子さんと一緒に行かれてみてください。そう、子供がいるんでね、うん、すごい面白い商品ばかりですね、うん、かわいい、うん、ぜひ行ってみたいです。すごい、全部もう一個一個で、そういうことね。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、本当にでもね、あのお子さんはまあ本当に楽しいと思うけど、うん、大人の方ですね、私はもうおすすめしたいのは、うん、さっきももうくどいぐらい言ってますけどね。はい、で、あれですね、そのお店の方にポイントカードとかそういうものもありますね、はい、私もいただいてますけども、はい、ポイントカードがございまして、はい、300円ごとに1ポイントをしております。はい、はい、あっという間に貯まりますね。全部貯まりますと500円分のお買い物ができます。 あとは毎月23日が、はい、文の日、23で文の日ということで、それに合わせてポイントが2倍デーになっておりますので、はい、ぜひ、はい、これも原稿用紙になっています。そうなの、一つ一つがね、かわいいんですよ。
ですよ。でお店の窓も原稿用紙ですもんね。あ、そうですね。そう、はい、そうなんです。大きな原稿用紙。そうなんですね。実際書けるんですもんね。あ、そうです。書いたり、うん、まあ、それこそお休みをちょっと書いたりとか、うん、お知らせを書いて、うん、はい、ね、その自分はお一人でやられてるっていうのに、うん、そのお店の中のレイアウトも結構こういろいろ変えるんですよね、うんうん、そうですね。どうやったらそのアイデアが浮かんでくるのかってすっごい思うんですよね。でも自分自身が飽き性なので、うん、もう1週間全く同じっていうのはちょっともう嫌だみたいなもう毎日どっかしら変えてとかっていう感じで、ね、なんかこっちに移動したい、こっちに移動したいです。だから、はい、一回行って次行った時は違うところに商品があったりとかあるので、うん、まあ、何度行っても楽しめるお店だと思います、うん、実際です、ね、お店の中も可愛いので、うんうん、ただね、ちょっとこじんまりしてるお店なので、一気にたくさんの人数が入らないんですね。ちょっとね、お客さんの渋滞が起こる可能性はありますので、そこら辺はそうですね、とってもちょっと狭いお店なので、ね、もう本当にゆったり見れる感じだと本当に5人が限界ぐらいではあるんですけれども、あ、ここよりも千枚くらいかなっていう感じで、まあ、陳列台があったりするんで、だから、ね、すれ違うの結構 ね、すいませんぐらいになります。そうですね、土日とかになると本当に15人ぐらい、入る時が終わったりとかするんですけれど もう、ね、なんか何が起きたんだっていうすごいぎゅうぎゅうで本当に申し訳ないんですけれども、でもそれでもね、できるだけスペースを少しずつ確保できるように、ちょっとずつ棚を移動したりとか、はい、お一人でやられてるんですもんね。いやでもね、実際こう興味持たれた方は行ってみてくださいとしか私はね言えないですが、ぜひぜひお待ちしております。そうですね、まあ、はい、今日と明日はお休みになりますけれども、はい、まだ金曜日からはね、平日と土日とちょっと営業時間も変わるんですよね。そうですね、はい、平日は11時から18時半、夕方6時半まで、はい、で土日と祝日が1時間早く10時からオープンをしております。はい、なのでね、気になる方は朝一で、あ、そうですね、朝一は比較的土日祝日でも、うん、とあとは夕方が、そうですね、はい、やっぱどうしても日中はね、そうです ね、やっぱりお客様の動きがやっぱみんな同じ時間帯に、そうですよね、うんうん、なので穴場は朝一か夕方です。はい、ですね、で、まあ、前回ねちょっと話がちょっと変わるんですけども、うん、足立さんね趣味がねありまして趣味がそういなくなっちゃったけどね、プロデューサーがね、キックボクシングというご趣味をね、ね、こんな本番がしたイメージなんですけど、実は激しいスポーツやられてますで、今日もう終わった後に行かれるそうです。なのでもうね、そのまま行ける格好できましたけど、エプロン取るとそのまま行けるよみたいな感じで。ね、それもやっぱり自分の中ではちょっとストレス解消じゃないけど、ね、本当にまあそれも楽しみの一つでもあるの で、ね、うん、本当に仕事終わりにちょっと汗を流して、うん、ね、はい、そんな自分の面もお持ちで本当に、うん、でもね、前回来てくれた時よりかはちょっと回数今減ってるんですよね。そうですね、お店がやっぱりお一人でやられてて、そうですね、週に1回、うん、2回行ければいいなっていう感じで、うん、はい、時間も早いのでこの後行くそうですやっぱ運動はいいですよね。そうですね、体も頭もね、うんうん、すっきりするの で、 そうですね、やっぱりお店の中でね一人でこういると、うん、あんまりこう動けないですよね。そうですね、なかなかレジの中でこう立ってることが多いので、やっぱ意識的に体を動かしていくってことはね、うんうん、はい、まあ、そなんかうちの体が喜んでいいですよ ね、 もう本当に今日はエアコンが止まってるんでね、もう本当に失礼を承知の上でうちわで仰ぎながら番組を配信しておりますで、もうそろそろ時間なのでね、もう、はい、こう今日なんかドタバタで本当申し訳ないんですけど、ありがとうございます。まだちょっとね紹介していないもう一点が、もう少しでラグビーワールドカップが開幕っていうことで、ね、そう20日でしたね、確かねそうですね、パンダさんがラグビーをしている、こっちの方が見えるかな、ちょっとこれかな、どうかな、この、ね、頭ヘッドの
手ぬぐいが、ね、はい、とかこういった雑貨文房具とあとちょこっとした雑貨も、うん、バッグとかも売ってますもんね。そうですね、少しだけ置いてますので、うん、はい、はい、全体的に格安ですね、うん、そんなにお高い商品というのはかもしれないですね。ボルメネコ70円とかね、うん、そういうのね、そう、私が買いそびれたのはそれです。すぐ売れてしまった。すぐ売れてしまった。顔なしのボールペンです。そうなんで、次回入った時にはすぐもう予約しようと、はい、予約しないと買えないものもありますのでね、そこは皆さんインスタを見て、はいはい、お気をつけください。あのお気軽にあの、はい、ダイレクトメッセージいただけたら、うん、あのお取り置きもできますので、はいはい、ね、あとは贈り物とかですね、はい、そうですね、はい、ギフト の, あのラッピングも、うん、あの無料で行ってますので、はい、あの敬老の日とかいろいろ、ね、あのありますので、そうですね、さっきのこれですね、はい、これをメッセージカードにつけてねえ、スポンサー大事でしょだってねね、ということで、はい、はい、そろそろお時間がね、はい、やってまいりました、はい、なんかもっとね本当はお話聞きたくて、私もなんかこうね、はい、なトラブルがね、うん、あってちょっとなんかドタバタして申し訳なかったんですが、うん、またあの、うん、もしあの、はい、お店のご通学つくようであれば、はい、遊びに来てください、はいはい、ありがとうございます、はい、ということで、あのすいません本当にね、うちわで仰ぎながら、うん、あの途中で橋が止まるとかねもろもろありましたが、あの今日のねゲストさん、うん、森の白熊のオーナーの足立羽美様でした、はい、本当に今日はありがとうございました、はいはい、ありがとうございました。